本日は雨でサンルーフの屋根の下の梁の中央あたりでいつものように雨漏りがしていますね。こちらのムサズワーフナンワーは本年3枚目の新葉が展開中で、まあ、ここからはあまり見えませんが、外の畑の病み上がり葉とは違って霜の害を受けませんでしたから、出てくる葉はすべて健常緑葉に近いですね。この株はすでにだいぶ前から負が失われていますが、こちらの株は今見えている中央の巻き葉が3枚目の葉っぱなんですが、その前の葉は右側ので、葉の裏から見ていた感じでは、これは負が失われていないのではないかと思っていたのですが、葉の表をちょっと脚立に上がって覗いてみますと、多少黄斑が確認できますので、これはおそらく次の葉も斑入り葉になるでしょうから、本年出来開花結実予定株ですので、果実の皮果皮にも負がある程度入るのが見込まれると思います。これは小株を出すのが非常に遅いような気がしますが、おそらく地中水芽は何個か形成されていて、いずれ来月再来月ぐらいには地上小株となって出てくるだろうと思いますね。この程度の大株になって斑入りを保っているドワーフナムワーは多分この株だけじゃないかなと思うんですね。山の方も普通の緑葉になっている、本年開花結実見込み苗が2つあるんですが、斑入りはまだ確認できていません。おそらくこれだけじゃないかなと思うんですね。